魔女の家で見た夢。なんとか大声を出さずに済んだのは、ひとえに呆然たる無感動状態に落ち込んでいきそうになっていたおかげだった。こんな夢と現実との混交にはもう耐えられなかった。彼はぼーっとしたままトゲのある物体をつかみ、もつれる足で階段を降りて大家のドンブロウスキの住んでいる地区まで向かった。迷信家の食器修理人マズレヴィッチが祈りを上げる哀れな声がなおもカビ臭い玄関中に響き渡っていたが、今度ばかりは気にならなかった。大家は在宅で、彼を喜んで迎えてくれた。いや、わしはそんなのを見たこともないし、何も知らんなぁ、という。だがうちのが昼間部屋の片付けに入った時、どれかのベッドの上にブリキ製っぽい妙竹林なものがあったと言っていたぞ。ドンブロウスキに呼ばれて奥さんがよちよちと入ってきた。ええ、それがそれですよ。その若い殿方のベッドでした。ベッドの壁側にありましたよ。それは彼女にとってとても奇妙に見えたが、無論のことその若い紳士の部屋は怪しげなものだらけだった。本だの骨董だの絵だの紙の上の記号だの、彼女には問題のブリキ細工のことが全くわからなかったのだ。だからギルマンは精神的な不安を抱えたまま上の階へと帰っていったのだ。まだ夢の続きを見ているのか。あるいは無遊病が信じがたいほど悪化して、未知の場所で略奪行為をするようになったのだと信じて。一体どこからこんな蒸気を逸したものを取ってきたのだろう。こんなのアーカムのどの博物館でも見た記憶がなかった。だが別のどこかからには違いない。そして眠っている間にそれをもぎ取った際の光景から、欄干のあるテラスという奇怪な夢の情景を作り上げたのだ。明日は特に用心深く調査することにしよう。神経の専門医に見てもらうかも。とりあえずは夢中有効を追いかけてみることにしよう。上の階に上り屋根裏の廊下を横切る際、大家から、正直に目的を打ち明けて、借りてきた若干の小麦粉を撒いた。途中エルウッドの部屋のドアの前で立ち止まったが中は暗かった。自室に入りがてらトゲ状のものをテーブルに置くと、身も心もクタクタになって着替えをするいとまもなく横になった。傾斜した天井の上の閉ざされたロフトからかすかな引っかく音とパタパタ歩き回る音が聞こえた気がしたものの、あまりにもボロボロになった彼はそれを気にすることさえできなかった。謎めいた北からの牽引力はまたしても極めて強くなっていたが、今度は空のより低いところからやってくるようだった。夢の中で、目もくらむばかりのスミレ色を浴びながら老女と牙のある毛皮野郎が戻ってきた。これまでのどんな場合よりもずっとはっきり見えた。今回それらは実際にかのところまでたどり着いて、彼は老婆の干からびた鍵爪につかまれるのを感じた。彼はベッドから何もない空間へと引っ張り出された。ちょっとの魔律動的な方向を聞き泡立つ黄昏のぼやけた深淵の形なき様を見た気がしたが、それはほんの一瞬のことで、彼は今粗雑な窓のない小さな空間にいた。荒削りの梁と圧板がちょうど頭の上で頂点を成しており、足元の床は奇妙に傾斜していた。床の上にはつっかい棒で水平にした背の低い箱がいくつかあり、それらの中は様々なふるさと崩壊の程度を示す本でいっぱいだった。中央にはテーブルと長椅子があり、見たところその場所に固定されていた。未知の形と性質を持つ小物体が箱の上に並べてあり、燃え立つようなスミレ色の光の中でギルマンは、自分をかくも恐怖の混迷に落ち込ませたトゲ醸造の相方を見たと思った。床は左手の側で急に落ち込んでいて、黒々とした三角形の割れ目となり、一瞬ガサゴソという乾いた音がしたと思ったら、そこから黄色い牙と人間のヒゲ面を持つ憎むべき小柄な毛皮野郎が登ってきたのだ。邪悪にほくそ笑む老女はなお彼を掴んだままで、テーブルの奥には見たことのない姿が立っていた。背の高い痩せた男で、くすんだ感じに色が黒く。だが黒人的な顔立ちの要素は全くなかった。髪の毛もヒゲもなく、着ているのは厚手の黒い布地でできた形の崩れたローブだけだった。テーブルと長椅子のせいで足は見分けられなかったが、位置を変えるたびに必ずコツンと音がするところから見て、靴を履いているに違いない。
その男は口を聞かず、小さな整った顔には表情の痕跡すらなかった。男はもっぱらテーブルの上に広げてある桁外れに大きい本を指差し、老女は灰色の巨大な羽ペンをギルマンの右手に押し込んでいた。あらゆるものの上に気も狂わんばかりにひどい恐怖が垂れ込め、毛皮野郎が夢見人の衣服を駆け上がり、肩から左腕へと駆け降りた時にクライマックスがやってきた。そいつが袖のすぐ下のところに鋭い牙を突き立てたのだ。傷口から血がほとばしった時、ギルマンは失神した。22日の朝目覚めると左手首に痛みがあり、袖が破れ乾いた血で茶色に汚れているのを見た。彼の思考はひどく混乱していたが、未知の空間にいる黒い男の光景はありありと目に浮かんできた。寝ている間にドブネズミどもが自分を噛んだに違いなく、これが恐ろしい夢のクライマックスを引き起こしたのだ。ドアを開けてみると、屋根裏部屋の反対側を借りているそやな人物が残した大きな足跡を除いて、通路に撒いた小麦粉には乱れた跡がなかった。ということは、今回彼は無遊病の発作を起こさなかったということになる。だが、ドブネズミについては何とかしないといけない。奴らのことを大家に話すことにしよう。傾いた壁の土台のところにあるネズミ穴をもう一度塞ごうとして、ちょうど適当な大きさだった食材を詰め込んだ。彼の両耳は、夢の中で聞いた何かの恐ろしい物音の残響が鳴っているかのようにガンガンした。風呂に入って着替える間、彼はスミレ色に照らされた空間の光景以降の夢の内容を思い出そうとしたが、確かなものは心の内に固まってこなかった。その光景そのものは、かの想像力に何とも荒々しく襲いかかり始めた頭上の閉ざされたロフトと関係があったはずなのだが、それより後の印象は薄ぼんやりしていた。はっきりしない黄昏の深淵の暗示があり、そのあちらにはより暗く広大な深淵がほのめかされていた。その深淵では固定された気配というものは何もなかったのだ。泡の収束と、いつも犬のように彼につきまとう小型多面体とによってそこに連れて行かれたのだが、より遠くにあるこの究極の暗黒の虚空の中では、それらは彼自身と同様に霧のかけらに変容していた。その前を何か別のものが進んでいった。より大型のかけらで、時々名乗しがたい形態めいたものに凝集する。そして彼は、自分たちの進路は直線ではなく、むしろ、あらゆる想定可能な宇宙の物理学や数学にとって未知の法則に従って動く、エーテルーズ流が形作る異様な曲線や螺旋に沿ってきているのだと考えた。結局そこにあったものは、途方もなく大きい跳ね回る影ども、醜悪な半音響的律動、見えざる笛の過ごそく単調な音といったものの気配だけ、それらで全てだった。ギルマンは結論を下した。最後の観念は自分がネクロノミコンの中で心を持たぬ存在であるアザトーススについて読んだ内容から拾ってきたものだと。この存在は混沌の中心にある暗黒の玉座から全時空を滑るのだ。血の汚れを洗い落とすと手首の怪我はごくわずかで、ギルマンは2箇所の小さな刺し傷のありかを見て困惑した。彼が寝ていたベッドカバーの上には血痕がなかったことに思い当たったのだ。皮膚と袖についた量から見るととても奇妙だった。夢中遊行を起こしたのは室内で、ドブネズミに噛まれたのは椅子に座るかあるいはもっと馬鹿げたところで留まっている間だったのだろうか。彼は隅々まで探したが、茶色っぽい滴りや汚れはどこにも見つからなかった。ドアの外と同じように室内にも小麦粉を撒いておけばよかったなと思った。だが結局、これ以上夢中遊行の証拠を探す必要はなかったのだ。それを行っているのは分かりきっていて、目下の問題はそれを止めることだった。フランク、エルウッドの助けが必要だ。今朝は天空からの異常な牽引力は弱まっているようだったが、その代わりさらに不可解な感覚に襲われるようになった。それは今いるこの状況から飛び去りたいという曖昧だが強烈な衝動で、ではどこに飛んでいきたいのかというとはっきりした見当がつかないのだ。異様なトゲ醸造を拾い上げたとき、古い北方への牽引力が幾分強まったと思ったが、より混乱させる新しい衝動にすっかり圧倒されてしまった。
彼はトゲ醸造を持ってエルウッドの部屋まで降りた。犬が鳴くような食器修理人の声が1階から湧き上がってくるのに負けないように心を堅固にした。ありがたいことにエルウッドは中にいて、バタバタしているようだった。朝食をとり大学に行くまで少し話をする時間があったので、ビルマンは最近の夢と恐怖のことを説明しようとまくし立てた。部屋の主は大変同情的で、何かをしなければならないと同意した。彼は客人のびきつりやつれた表情にショックを受け、先週別の者たちが気づいていた奇妙な、異常な見かけの日焼けに注目した。だが、彼に言えることは多くなかった。ビルマンが夢中遊行を起こしている姿を見かけたことは一度もなく、奇妙な像が何者かもさっぱりわからなかった。それでも、彼はビルマンの部屋のすぐ下を借りているフランス系カナダ人がある晩マズレビッチと話しているのを聞いたことがあった。二人は互いに、ワルプルギスの夜が近づいているのをどれほど恐れているかを語り合っていた。それはもう数日後に迫っている。そして哀れな悲運の若い紳士を不憫に思う言葉を交わしていた。ビルマンの下の部屋を借りている人物であるデロシェールは、毎晩耳にする足音、靴を履いているのとそうではないのと、のことを、またある晩ビクビクしながらこっそりと上の階に上がってビルマンの部屋の鍵穴から覗き込もうとした時に見えた、スミレ色の光のことを語った。覗き込む勇気など起きなかったと彼はマズレビッチに言った。ドアの周りの割れ目からそんな光が漏れているのを見てしまった後では、ひそやかな会話も聞こえた。それについて語り始めるとき、かの声は聞き取れぬほどのささやきにまで低まってしまった。エルウッドには、何がこれらの迷信的な人たちにゴシップをささやかせているのか想像することができなかったが、一つにはギルマンが深夜に夢うつつで行う散歩と会話から想像力をかきたてられたのだろうし、もう一つには伝統的に恐れられている5月祭の前夜が近づいているからなのだろうと思った。ギルマンが眠りながら喋っているのは明白で、スミレ色の夢の光などという世まい事が出回ったのも、明らかにデロシェールが鍵穴越しに聞いた話が元になっている。こういう単純な人たちは耳にした物事をそのまま見たような気になってしまったのだ。行動計画としては、ビルマンがエルウッドの部屋に降りてきて、一人で寝ないようにするのがよかろう。エルウッドは、目が覚めているなら、眠っている間に彼が喋ったり起き上がったりしたらどんな場合でもかの目を覚まさせるものとする。また、彼はすぐさま専門医のところに行かねばならぬ。その間、二人でトゲ状の像を持って種々の博物館や教授たちの元を回ろう。公衆用のゴミ入れから見つけたとか言って、正体を突き止めてもらうのだ。同じくドンブロウスキはかの壁の中のネズミに毒を盛るべく手配しなければならない。エルウッドの友情に支えられて、ビルマンはその飛行機に出席した。異様な衝動に引きずられたものの、それらをかなり上手にかわすことができた。講義のない時間帯、彼は何人かの教授たちに例の奇妙な像を見せ、全員が強い興味を示したものの、それの素性や起源について光を投げかけられる者はいなかった。その晩彼は、エルウッドが大家に行って2階に持ってこさせた長椅子の上で寝、何週間かぶりに全く不安な夢から解放された。だが、熱っぽい感じは引き続き、食器修理人の惨めっぽい声は神経に触ったままだった。続く数日、ビルマンは病的な兆候をほぼ完璧に免れた生活を楽しんだ。エルウッドによると、彼は寝ている間に喋ったり起き上がったりする様子がなく、その間大家は石見銀山をそこいら中に仕掛けた。唯一憂慮すべき要素は、ひどく空想をたくましくした迷信的な外国人たちの間に交わされる会話だった。マズレビッチはいつも彼にクロスを持たせようとしていたし、最後には善良なイバニツキ神父の祝福を受けたとかいうものを押し付けてきた。デロシェールもまた何か言いたそうだった。実際に、彼はギルマンが不在になった最初と次の二晩、今では空き室になった上の部屋から慎重な足音が聞こえていたと言い張ったのだ。ポール、チョインスキは夜、ホールや階段から音が聞こえたと考えており、自分の部屋のドアをそっと開けようとした奴がいると主張していたし、
一方ではドンブロウスキ夫人が満清節以降初めてブラウン・ジェンキンを見かけたと断言していた。だが、この手のナイーブな報告はほとんど無意味でしかなく、彼は安っぽい金属製のクロスを部屋主のタンスの取っ手にぶら下げたままにしていた。3日間、ギルマンとエルウッドは地元の博物館を巡って異様なトゲ醸造が何者か突き止めようとしたが、成果は一向に上がらなかった。しかしながら、どこに行っても強烈な関心を持って迎えられた。その物体の持つ徹底的な異質さが、科学的な好奇心を抱く者にとって強烈な挑戦だったからだ。放射状の硝铵の一つが折り取られ科学分析に供された。エラリー教授はその不思議な合金の中に白金、鉄、テルルを見出したが、他にも少なくとも3種類の元素が含まれることが明らかで、それらは大きな原子量を持ち科学的には全く同定できない物質だった。基地の元素との対応をつけられなかっただけではなく、周期律表の中で将来の発見に備えて空席になっている場所に当てはめることにも失敗した。問題の像はミスカトニック大学博物館に展示されているにもかかわらず、その謎は現在に至るも未解決のままである。4月27日朝、ギルマンが客人として寝泊まりしている部屋に新しいネズミ穴が現れたが、その日のうちにドンブロウスキがブリキで塞いでしまった。カリカリゴソゴソいう音がほとんど減らなかったところを見ると、猫いらずは大して効かなかったようだ。その夜遅くまで外出していたエルウッドを、ギルマンは寝ないで待っていた。部屋の中で一人で寝るのは避けたかった。夢の中の姿を恐ろしくもそっくりそのまま持ってきたような嫌ったらしい老婆を夕暮れの残光の中で見かけたと思って以来なおのこと、彼は不審に思った。みすぼらしい中庭の入り口にいたその老婆は何者なのだろうか、その旗のゴミの山でブリキ缶をカラカラ言わせていたのは何者なのだろうかと、老婦人は彼のことに気づいたようで、横島な流し目をくれた気がした。多分想像力のせいでそんな気がしただけだろうが。翌日、二人の若者はいずれも疲れ果てて、夜になったら丸太棒のように寝てしまうだろうなと思っていた。夕方、二人は眠たげなままギルマンをここまで完全に、おそらくは有害なほどに夢中にさせた数学の研究のことを話し合い、古代の魔術や伝説との間にあり得る暗黒の連鎖について推測を巡らせた。彼らは老女ケザイア・メースンのことを話し合い、エルウッドは、この老女が偶然にも異様かつ重要な情報を入手していたというギルマンの意見には十分に科学的な根拠があると認めた。これら魔女が属していた秘密のカルトは時として、驚くべき太古の秘密を忘れられた英語の昔から引き継ぎ、隠匿してきたのだ。そして次元の門を通り抜けるための魔術をケザイアが実際にマスターしていたとしてもおかしくはない。魔女の意志の前では物質的障壁がいかに無力かを伝説は大いに語っているのだし、夜空を放棄の絵に乗って飛ぶという昔話の根っこにあるものは何か、誰に言えよ。現代の学生が数学的研究のみで同様の力を手に入れることができるか、それはまだわからなかった。成功すれば、とギルマンは加えた。思っても見ない危険な状況に陥りかねない。隣り合ってはいても普通なら到達できない次元にいかなる状況が広がっているか、誰に予言できようか。ある種の空間体には時間が存在し得ず。そこに入ったままにしていれば、命と年齢を限りなく保つことができるかもしれない。自分自身の、あるいはそれに類似した世界平面を訪れている間のわずかな損害以外には有機体の新陳代謝や老化の影響を受けることがないのだ。例えば、時間の存在しない次元を経由すれば、そこに入る前の若さを保ったまま地球上の遠く離れた時代に現れることができるのではないか。これまでにこれをやってのけた者がいたのか。それはいかなる権威者を要しても結論づけることはできなかった。古伝説はぼんやりして曖昧であり、歴史時代になると、禁じられた感激を横切ろうとする試みは外世界の存在やそこからのメッセンジャーとの異様で恐れるべき同盟関係と混ざり合ってしまっているようだった。
隠れた恐怖の所力の代理人ないしメッセンジャーに関する有史以前からのイメージがあった魔女カルトの黒の男およびネクロノミコンのニャルラトホテップだ。またより低位のメッセンジャーないし媒介者に関する当惑するような問題があった。伝説が魔女の使い魔として描く動物もどきや奇妙な合成獣のことだ。これ以上の論議は眠すぎて無理だったのでギルマンとエルウッドは寝ることにしたのだが、その時半分酔っ払ったマズレビッチがフラフラと家に入ってきて、その哀れっぽい破れかぶれの祈祷に二人とも身を震わせた。その夜ギルマンは再びスミレ色の光を見た。夢の中で、仕切り板をひっかきかじる音が聞こえ、誰かがぎこちなく掛け金をいじるように思った。ついで彼は老女と小さな毛皮野郎がカーペット敷きの床の上を近づいてくるのを見た。老婆の顔は人のものならぬ歓喜に輝き、小柄で黄色い牙の病的存在は部屋の反対側にある長椅子の上で、と眠り込んでいるエルウッドを指さしてクスクス笑った。あまりの恐怖に麻痺状態に陥り、叫ぶこともできなかった。以前と同様に、老女はギルマンの肩を掴んでベッドから引き剥がし虚空に連れ込んだ。これまた同様にキシリ声を上げる無休の深淵が背後に一閃し、だが次の瞬間彼は、ひどい匂いがする暗く泥だらけの見知らぬ裏道にいる気がした。あたりには朽ちた壁と古臭い家々が立ち並んでいた。前方には式服を着た黒い男がおり、それは前に見た夢の中、頂点を持つ空間で目にしたものだったが、より近くから例の老女が横柄な顔つきでニタニタ笑いをしつつ手招きしていた。ブラウン。ジェンキンは嬉しそうに黒い男の両足首に体をすりつけていたが、その足首は深い泥のおかげで大部分が隠れてしまっていた。右手には暗く大きな戸口があって、黒い男はそれを静かに指さした。ニヤニヤ笑う老婆はギルマンの寝巻きの袖をつかみ、ずるずると引きずりながらその戸口に向かっていった。嫌なきしみを上げ不吉な匂いのする階段があって、老婆からそれに向かってかすかなスミレ色の光が放射されているようだった。ようやく階段の先に踊り場が現れた。老婆はぎこちなく掛け金をいじり、ドアを押し開けて、待っていろと身振りでギルマンを制すと暗い間口の中へ姿を消した。若者の過敏な耳が締め殺されるような忌まわしい叫びを聞き取ったと思うと、老女が意識を失った小さな体を手に部屋から現れ、運べと命令するかのように彼にそれを押し付けてきた。その小さな体、その顔に浮かんだ表情を見て呪文が解けた。まだクラクラしすぎて声を上げることができず、無鉄砲にも彼は厭わしい階段を駆け下り、外の泥の中に飛び出したが、そこで待ち構えていた黒い男に捕まり首を絞められただけだった。意識を失うとき、牙のあるドブネズミ状の遺体が発する金属的な忍び笑いがかすかに聞こえた。29日の朝、ギルマンは恐怖の大渦巻きの中で目覚めた。目を開けた瞬間から何かがひどくおかしいことに気づいた。傾斜した天井と壁を持つ以前の屋根裏部屋に戻ってしまっていて、大の字になってベッドメイクされていないベッドに寝ていた。彼の喉は不可解にもズキズキし、どうにかこうにか座った体勢になると、彼は角リーク旋律と共に見た。足と寝巻きの一番下の部分に泥が固まり茶色になっていたのだ。しばらくの間彼は呆然として思考力を失っていたが、ようやく自分が夢中遊行を起こしていたのだと気づいた。エルウッドはあまりに深く眠り込んでしまっていたので、それを聞いて止めることができなかったのだ。床の上にごちゃごちゃした泥の足跡があったが、なんとも異様なことにそれらはドアの方を向いていなかった。見れば見るほどその足跡は奇妙に見えた。自分の足跡だと判断できたものに加えて、より小さな、ほぼ円形の、大きな椅子やテーブルの足がつけるようなのがあり、ただ多くの場合、二分割される傾向があった。また他にもネズミが歩いた泥の跡があり、新しいネズミ穴から出てきてまた戻っていった。何よりも当惑させられ発狂の恐怖を覚えたのは、彼がよろめく足でドアまで行き、外には泥の跡がないのを見た時だった。おぞましい夢のことを思い出すほどに恐怖は募り、
二階下でジョー・マズレヴィチがバンカのような詠唱をしているのを聞くと、さらに絶望感が加わったのだ。彼はエルウッドの部屋に降り、未だに眠りとぼけている部屋主を起こして、自分がどうなったかを話し始めたが、実際に起きたのはどういうことだったのか、エルウッドにはさっぱり理解できなかった。ギルマンが生き得た場所、廊下に跡をつけず自分の部屋に帰った方法、その屋根裏部屋で彼のものと混在していた家具のような泥の足跡、どれをとっても推測できる範囲を完全に超えていた。そして蚊の首には暗い、打ち身のような跡がある。まるで自分で自分の首を絞めたような。彼は自分の両手を焼く紺のところに当ててみたが、全く似ていなかった。二人が話し合っていると、デロシェールがやってきて、深夜に上の部屋からゾッとするような騒音がしていたと言った。いや、真夜中になってからは誰も階段を通ってないよ。だけどそのちょっと前には屋根裏でかすかな足音がするのが聞こえたな。で、その後、何かいやらしい感じでこっそり階段を降りていったぞ。今はね、と彼は続けた。アーカムでは一年の中でとっても悪い時期なんだ。君はジョー・マズレヴィチがくれたクロスを忘れずに身につけておいた方がいいよ。日が出ている時だって安全じゃない。だってこの屋敷じゃ夜明け以降もおかしな音がしてきたんだもの。特に。か細いを立てる子供の息を慌てて塞ぐような感じの。ギルマンは機械的に講義に出席したものの、心は完全に上の空で学習に打ち込むことができなかった。おぞましい不安感と期待感が彼を捉えて離さず、何か壊滅的な一撃が降りかかってくるのを待ちわびているかのように見えた。昼、学食で食事をしていた彼は、デザートを待ちながら隣の席に落ちていた新聞紙を拾い上げた。だが、そのデザートが食べられることはなかった。一面に出ていたとある記事が蚊の気を遠くさせ、目を取り乱させたのだ。なんとか食事代は払ったが、あとはふらふらとエルウッドの部屋に戻るのがやっとだった。昨夜オーンズ工事で奇怪な誘拐事件があり、アナスターシャワレーコという名の薄のろな洗濯女の2歳になる子供が完全に姿をくらました。どうやら母親のアナスターシャはかなり長いことこれを恐れていたらしい。だが、彼女が恐れていた理由というのがあまりにグロテスクなので、誰もそれを真面目には取り合わなかった。彼女によるとそこでは時々ブラウンジェンキンを見かけた。それも3月初め以降のことで、奴の歪んだ顔と忍び笑いから、我が子ラディスラッスがワルプルギスの夜の恐れるべきサバトの生贄として狙われているのが分かったのだ。隣組のメアリ・チャネクにうちの部屋で寝て子供を守ってちょうだいと頼んでおいたのだが、メアリはビビってしまった。警察には話せなかった。連中がこんなことを信じるはずがないからだ。物心ついてからずっと、毎年毎年こんな風に子供がさらわれてきた。友達のピート・ストバツキは子供をうざがっているから助けてくれないだろう。だが、ギルマンを冷や汗まみれにしたのは二人の通行人の話だった。ちょうど夜半過ぎ、彼らはどんちゃん騒ぎをしながら問題の工事の入り口を通った。二人とも酔っ払っていたことは認めたが、気違い地味た衣服を着た三人が闇路の中へこっそりと入っていくのを見たと断言した。二人が言うには、大きなローブを着た黒人と、ランルを着た小柄な老女と、寝巻きを着た若い白人とがいた。老女は若者を引きずり、黒人の足元にはペットみたいなドブネズミが身体をなすりつけ、茶色の泥の中を縫うようにちょこちょこ走っていた。ギルマンはその午後座ったままずっとぼんやりしていた。エルウッドが、例の新聞を見て恐ろしい推測に至っていたのだが、帰ってきた時、ギルマンはそんな様子だったのだ。もう二人とも何かゾッとするほど優々しいものが周りに迫っているのを疑うことができなかった。悪夢の中の幻影と客観的世界の現実との間におぞましい。思考の及ばぬ関係が結晶化しつつあり、これ以上の不幸を避けようと思うなら、残された道は厳しい不審判しかなかった。
ギルマンは遅かれ早かれ専門医のところに行かねばならぬ。だが今はダメだ。あらゆる新聞が誘拐事件のことをこぞって書き立てているこんな時は、何が本当に起きたのかは気が狂うほどに不明であり、ギルマンとエルウッドはひとしきり最も褒章な種類の説をささやき交わした。ギルマンは空間と次元の研究の過程で、無意識のうちに思った以上の成功を収めていたのか。彼は本当に我々の宇宙圏から思考も想像も及ばぬ場所へと滑り出したのか。ここ数夜の悪魔めいた出奔の際、彼はどこに、そんな場所があるのなら、言っていたのか、方向する黄昏の深淵、緑の丘の中腹、欄干のあるテラス、星々からの牽引力、究極の闇の稼働、黒の男、泥だらけの工事、都会談、ローマ女と牙のある毛皮を着た恐怖、泡の収束と小さな多面体、奇妙な日焼け、手首の傷、説明不能な像、泥のついた足、首に残った手形、迷信不快外国人の物語と恐怖。これらは一体どういうことだ？正気な世界の法則がどこまでこの事件に適用できるのか？